はい、どうも、ゆっきーです。今日は、ですね、最近バズっております、悪魔のおにぎり、というのが、あるらしくですね、まあ、うまいと。悪魔的にうまいということで、この悪魔のおにぎりっていうのがですね、3種類ありまして、これがローソンの、悪魔のおにぎり。で、こちらが、ローソンストア100の、おにぎり。悪魔のおにぎり。そして、こちらがですね、こっちもローソンストア100で売られている、こちら、悪魔のご飯。悪魔のおにぎりの悪魔のご飯というのがあります。で、こちらとこちらは100円なんですけど、値段がね。こっちの方はですね、まあ、量からして、値段が、350円と、税込みで378円ということで、なっておりまして、で、さらに、このめんつゆがなぜかついてくる。で、天かすも、こちらについてきました。うん、で、まあこれをね、3種類ね、あるんで、ちょっとね、俺も食べてみたくなったんでね、まあ食べてみようかなと思います。それでは、まあ、どれがうまいかね、一番うまいか。うん。やみつき注意。悪魔のおにぎり、悪魔的なうまさ。国産米使用。天かすと青のりと天つゆ入り混ぜご飯。となっております。はい。うん。それでは早速食べていきましょう。いただきまーす。あっつ、熱しすぎた。まあ、最近ね、今日知ったんですけど、悪魔の、悪魔麺だっけ？悪魔麺とかいうのもなんかバズってましたね。動画で上がってたんですけど、ラーメンに、めんつゆと、あと、天かす、加えて、で、あと、なんだっけ、食べるラー油を混ぜて食べると、まあ、美味しいみたいな。じゃあ、このめんつゆ入れていきましょう。めんつゆ。うわ。結構量入ってたよな。量が、このめんつゆの量がすごい。で、天かす。あ！ちょっとこっちは熱いんで、まずこっちからいきますか。悪魔のご飯。悪魔のご飯からいただきましょう。いただきまーす。うん。あ、これあれだ。ものすごい天かすが。蕎麦屋。そばだな、これ。そばっぽい。この天かすの香りがすごい。昔、新潟にいた頃に、里見っていうね、そば屋さんがあったんですけど、そこの、あれだ、ざるそばみたいな、味するわ。めんつゆもあれだから、そばね。うん。天かすはあれか。これめんつゆがあれなのか。でもすごい香りが、香ばしい。天かすはものすごい。香ばしい。里見っていうね、蕎麦屋さん、結構高いんですけど、すごいうまかったですね。東京の方にはないみたいですけど、なんか謎の、なんか水戸黄門みたいな、キャラクターが、店の入り口になんかね、あってね、人形がね。まあでもこれ、悪魔的なうまさって言うけど、ちょっと誇張しすぎじゃないですかね。まあ、新潟に住んでる人はね、里見っていう、ね、蕎麦屋さんありますんで、あれすごい美味しいですよ。コシがすごいよね。コシがものすごい強い。まあ、うまいんだけど、じゃあこっち食べます。青のりとあれか、青のりと天かすだ。でめんつゆか。こっち塩加減がちょっと足りないですね。いまいちしょっぱくない。でもさっきググったら、ローソンで一番売れてるおにぎりが、シーチキンのおにぎりなんですけど、あれよか、歴代で、それよか売れたらしい。この悪魔のおにぎりが。俺も、シーチキンは大好きなんですけど、まあ個人的に梅干しが好きですね。梅干しが一番好きかな。はい、じゃあこっち。ローソンストア100の悪魔のおにぎり。こっちはどうかな。いただきます。こっちの方が塩加減があって美味しいね。こっちのローソンのコンビニの方よか、このローソンストア100の方は美味しい。なんかちょっと、ちょっとだけ塩分が濃いかな。でもこれバズ。これでバズるのか。よくわかんないな。いや、うまいはうまいけど。ぶっちゃけチャーハンとかの方が好きですけどね。チャーハンのおにぎりとか。あるじゃないですか。あれとか好きですけど。まあ、基本的に自炊してると、絶対こういう類は、コンビニの弁当的なやつとか、一切食わないんで。ほんと久々に食べた、これ。久々にコンビニでおにぎり買った。まあ美味しいです。まあ、やみつき注意って書いてありますけど、ぶっちゃけそこまでではないかなとは思います。あんまりあれだな。こっちの塩分が足りない。こっちのさ、でかい方はさ、自分でめんつゆぶっかけだから、わりかし、しょっぱいんだけど。こっちはあんまり塩分が足りないですね。うん。これだったらやっぱチャーハンの方が美味しいです。まあ単純に、青のりと天かすと、めんつゆをまあぶっかけて、混ぜて、たみたいにね。うん。まあそんな感じだと思いますけど。まあ、ちょっと誇張しすぎかなと。悪魔的うまさって、ちょっとそれは、言い過ぎなんじゃね？あ、でもこっちはあれだわ。天かすがやっぱり、別に袋ついてきてるだけあるわ。サクサク。天かすがサクサクで美味しい。ローソンのサイトで、今見てますが、美味しすぎてついつい食べ過ぎてしまうことから名付けられた悪魔のおにぎり。白だしで炊き上げたご飯にイカ天入りの天かすと青のりと天つゆを混ぜ込んだ旨味たっぷりのおにぎりです。だって、でもあれでしたね、人気めっちゃあって、なんか、一時期売り切れが続出したとかね、言うてましたよ。ローソンストア100で9月12日にした悪魔のおにぎりが、発売から4週間で約20万個と爆発的に売れましたって。その後も、大変好調な販売は続き、毎週2万から3万個をコンスタントに販売しています。うん、今はだいぶ落ち着いたみたいですね。のりなしタイプのおにぎりカテゴリーでは、これまで不動の1位だった、ビッグおにぎり五目ご飯と競い合い、常に1位から2位に位置しています。うん、購買層は20代から60代の男女と幅広く、めんつゆの、ご飯に、イカ天かす、青ネギ、青のりを混ぜ込んだだけというシンプルな味付けながら、止まらない悪魔的な美味しさが、支持されています。うん、なるほどね。この止まらない美味しさをもっと楽しんでもらおうと開発したのが悪魔のおにぎりの悪魔のご飯。こちらね。悪魔のおにぎりで使用しているご飯がなんと 400g も入っています。さらに天かすとめんつゆを別府しており、お好みで随時足していただけます。悪魔的な美味しさをさらに勢いづける追い悪魔、または悪魔増しともいえる食べ方の提案です。この3種類なかったら、一番これがうまいわ。やっぱり。うん。うん、美味しい。悪魔のおにぎりのその、レシピとか、ね、クックパッドとかでみんな作ってるらしいです。なるほどね。でも、天かすは久々に食った天かす。天かすなんてまあ食わんからな。当たり前だけど、ほぼ買わないし。まあ、食ったとしてもあれだよな。どこだっけ？うどんの。あれ、どこだっけ？釜なんとかうどん。あそこでなんか、天かすを、ぶわーって、山盛りにして、食ったことあるけど。あれ、なんて名前だったっけ？釜、うどん。2年前ぐらいに行った。あ、丸亀製麺ね。2年前ぐらいに行った丸亀製麺。あ、ネギあれもらい放題だからな。確か。俺貧乏症なんで、ああいうもらえるもんは全部もらうんだけど。天かすと、青ネギ。たっぷりかけて。吉野家とかさ、松屋とかでもさ、紅生姜を大量に、かけて食べるのが好きなんだけど。確実にただの貧乏症ですね。ただの貧乏症だろうなと思う。もう山盛りにかけてさ。で、それと一緒に食べるんです。いや、うまいんだって実際。確か丸亀製麺はあれだよな。毎月1日1日が確か、釜揚げうどんが半額になるんだって。なんかそんなの聞いたことあるな。天ぷらがお持ち帰りできるって書いてある。毎週火曜日は5個以上で 30% 割引だって。もう丸亀製麺のレビューになってる、レビューっていうか、紹介動画になった。いや、でもうまいよな。天ぷらお前、絶対うまいだろ、これ、エビ天とか。エビ天1個150円だって。絶対うまいってエビ天なんてもう誰もあれだろう。金ないからまあ食わないけど。金俺が億万長者だったら普通にあれだわ。エビ天買いまくるわ。丸亀製麺行ってエビ天追加しまくって。わっほーいってやるわ。エビ天、うますぎるだろ絶対。エビ天は間違いないよね。ただ5年ぐらいエビ天食ってないですね。最初の方に話した里見っていう蕎麦屋さん。あそこにも天丼とかあるんだけど、むっちゃくちゃうまいんだよな。個人的にうどんよりかそばの方が好きなんだけど、やっぱそばの方がね、なんていうかコシがあるんだよな。コシが団地なんだ。本当に美味しかったな、里見っていうね。多分、新潟県限定が、いや、違う。甲信越限定かな。こっちで一回も見たことない。まあ、全国展開はしてないだろう。うわぁ。野菜かき揚げ、柏天。柏天ってなんだこれ。柏天初めて聞いたんだけど。鶏胸肉を特製のタレでジューシーに。だって。へぇ。柏天なんて初めて聞いたんだけど。31年間生きてきて、初めて聞いたんだけど。エビ天、イカ天。さつまいも天。ナス天。これも絶対美味しいわ。かぼちゃ天、ちくわ天。で、半熟卵天なんて、なんじゃこりゃ半熟卵天なにこれサクサク衣を割ると現れるとろーり半熟の黄身だって。卵を油で揚げるの爆発しそうだけどな。爆発はしねえか。いや、なんかしそうだな。すごい。こんなん初めて見た。卵天だって。卵丸々、ゆで卵、半熟卵。半熟卵あれ、揚げたんだ。へえ。すごいね。こんなんあるんだよ。一人暮らししてて、油でさ、揚げたりするっていうのはほぼないんで、一回だけやったことあるんだけど、ものすごい、俺が下手くそなんだろうけど、むちゃくちゃ油が跳ねまくって、大変なことになって、ものすごいことになった。しかもその油の処理もまた大変なんだよね。固めるテンプルとかね。油を、固形にしてさ、するんだけどさ。まあ、油って結局ほら何回か使い回すでしょ。まあ、毎日のようにそんな油なんて使わねえから。基本的に。だから放置しとくと、1ヶ月ぐらい放置しといたら、油が、悪臭を放つんで、捨てましたけど。まあ、使わない。うん。揚げ物なんてまあしないから。いや、多分俺だけなんだろうけど。自炊してる人で、ね、ほら、魚の天ぷらとかさ、よく作る人もいるとは思うけど。まあ、俺はまともに、作らないですね。うん。単純に怖い。ものすごい油の、羽がやばい。ものすごく熱い上に、あ、下手なんだろうな。うん。跳ねまくって大変なことになったから、ね、あれがトラウマでもやってないよ。あ、やっぱこっちあれは味薄いわ。ものすごい味薄いわ、これ。この悪魔のおにぎり、ローソンの。ものすごい味が薄い。これダメだな、これ。これ全然美味しくないわ。全然塩味が足りない。木下優香さんがあれだ。悪魔のおにぎり 4.2 キロ食ってるわ。要はあれだよな、入るよな。あんな細い体でな。木下優香さんっていう、有名な YouTuber がいるんですけど、大食いのね、女性なんですが。この人マジで、恐ろしいぐらい食うよね。ほら、一昔前ギャル曽根っての流行ったでしょ。あれだよね。あいつもひどかったけど、ひどかったっていうか、すごかったけど。ギャル曽根も、ねえ、今あんまり話聞かなくなったけど、あれ大食いの、あれですよね。女性の大食いの、なんか火付け役みたいな。ね。チャンピオン、なんだっけ。昔テレビ番組で、テレビチャンピオンって。あれで、ね、めちゃくちゃ食ってた人、見たことあるけど。どうやって入ってるのかよくわからない。だって 4.2 キロだぜ。この人普通に5キロとか食うからな。どうなってんだろうな、あんな。もう速攻で消化されたあれなのか。うんちになるのか。どういう体の構造してるかわからない。あ、結局ほとんどあれなんだ。うんこであれなんだろうな。出るんだろうな。うん。俺は、便秘なんで、4日ぐらい普通に出ないんですよね。はい、ということで、長々となりましたけど、この、悪魔のおにぎりシリーズで一番うまかったのは、このでかいやつ。これね。このでかい、350円ぐらいするやつ。これがローソンストア100っていうところに、100円ショップみたいなやつですね。値段が300、350円で売ってますね。これが一番うまかった。うん。ということで、ご視聴ありがとうございました。バイビー。